基本例題37番です。1番、像を作図により求めましょう。矢印の先端の像がどこにあるかで求めます。水平にレンズに入射した光は焦点の向こう側の焦点を通って直進します。この方向に光は直進します。レンズの中心を通る光はまっすぐに進みます。曲がらずにまっすぐに進みます。これで交点が見つかるわけですね。ここに矢印、矢の先端が来ます。根っこは当然まっすぐ進んでいますから、中心を通ってまっすぐ進んでいますから、この線上に X 軸上に根っこが来ますから、これができた像になります。ここに像ができるということになります。実際に光が進んでいって交わっていますから、実像、倒立の実像です。もう一本線が引けるんですが、これは手前の焦点を通った光、ね、手前を焦点を通った光、通ってレンズに入った光は水平に進みます。これも同じ点で交わることになります。3本の作図の線を引くことができます。2番、像の位置、大きさ、種類を求めましょう。代入してみましょう。レンズの式ですね。これに代入をします。 A はレンズから物体までの距離です。 B はレンズから像までの距離、これが分かりません。 F は焦点距離ですから、20センチ凸レンズなのでプラス20を代入します。ゆえにこれを解くと、20分の1から30分の1を引いて、60分の3引く2です。1です。B は、ここは60センチになります。したがって、もう一つの倍率の式に代入をすると、物体までの距離が30、B、像までの距離が60ですから、2倍ということになります。これは2倍になりました。15センチの物体を置きましたから、30センチの物体、1がレンズから60センチ離れた位置に倒立の実像を作っています。3番です。像を1センチ下に動かすと、例えば、矢の先端がここに来たらどうでしょうね。簡単に作図してみましょう。中心を通る線は光は直進しますからここに来ますね。水平に来ると焦点を通るんですが、30と60の関係は変わりません。物体が上下に動くわけですから、A が30は変わりませんから、像の位置はこの60センチの位置は変わらないわけです。矢の先端がここに来ますから、それから A 分の B も変わりませんから、ここに来るわけですね。つまり1センチ下げると2センチ上がります。像は2倍ですから、2センチ上に上がるということになります。4番です。凸レンズの下半分を黒い紙で覆ってみましょう。この下半分がなくなりました。そうすると像はどうなるかということですが、像自体は全体像が写っています。例えば先端の情報は、水平に来た光はここに来ます。この辺に来た光もここに来ます。ここに来る光が、ここが覆われていますから来ないわけですね。でもここに行った光はちゃんとここに来るわけです。レンズの上半分を通る光は全てここに来ます。矢印の根っこの部分もまっすぐ来た光はここに来ますし、ここに来た光も根っこに行きます。この一番上に行っても根っこに来ます。でも下を通った光は覆われていますからこちらには来ません。上半分で矢の先端から下までの情報はすべてここに来ています。下半分を通る光が遮られてしまいます。したがって像はあるんだけども、上半分の情報しか集まってこないから半分暗くなる、明るさが半分になるというのが正解です。